そうですね、じゃあ次はちょっと違う武器を使って挑戦するステージに行ってみます。チャージャーですね。チャージャーやスピナーみたいな、溜めて打つ、チャージする時間がかかる武器っていうのは結構その苦手ような意識を持っている人が多いんじゃないかなと思います。対戦で使っててもやっぱりこう溜めてる間に相手に近づかれるとすごく焦っちゃいますからね。ただまあヒーローモードだとこうしっかりとその武器の気持ちのいいところ、強いところっていうのを味わってもらえるように作っていますので、ここでしっかりとその武器の基本操作をまた学んでもらえればと思います。チャージャーはこう遠くの敵を高い攻撃力で狙うことができる武器です。相手を一撃で倒すこともできます。この気持ちよさを結構ね、一回しちゃうと病みつきになっちゃうので、ぜひこういったヒーローモードのステージで練習してから対戦でも使ってみてください。とサーモンランでもそのチャージャーが活躍する場面はすごく多いです。例えばその、爆弾スティールヘッドですねとか、そういった敵を倒すときにはそのチャージャーが非常に活躍しますので、ここでしっかりとチャージャーの操作を覚えておけばサーモランでもとても役に立ちます。敵の攻撃をかいくぐりながらうまく遠くから敵を狙い撃つ快感を覚えると結構本当に面白いですよ。チャージャーは最大までチャージすると ほとんどのチャージャーは弾が貫通しますので、音からしてこのように一度にたくさんの敵を倒す。このステージは特に一番最初のにチャージャーが登場するステージで、かなり気持ちよくチャージャーを扱うことができるので、扱ったことない人はぜひ挑戦してみてください。ちょっとね、この溜める時間を覚えるっていうのも結構大事です。どれぐらい時間を溜めるのに、最大まで溜めるのに時間がかかるかっていうのをちょっと肌の感覚で覚えるっていうのも結構大事です。